親に捨てられ我が家に来たチャチャ。最初はうんちもしなくて長く生きられないかもと心配してた。毎日仕事から帰るたびに生存確認。2週間経つ頃までずっと心配でたまらなかった。我が家で一番手もかかったし、一番病院にも連れて行った。手がかかる子ほど可愛いというのは本当で、家中おしっこだらけにしても怒るに怒れなかった。夜中3時に布団におもらしした時も可愛すぎて怒れなかった。夜中に起きてお風呂場で布団を洗ったのはいい思い出。あれから2年、チャチャは今でもおもらしこそビニール袋の上でおしっこしちゃう子に育った。本当に立派に育ってくれてよかった。本当によかった。愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中